皆さんが何に覚悟を決めるかです。彼を愛するという覚悟ですね。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性を夢中にさせないなら合わないことというお話をしていきたいと思います。多くの女性が勘違いしていることがあります。それは会えば彼と有効な関係を築けるということですね。果たしてそれはどうなのでしょうか。そうとは限らなかったりするんですよね。逆に会わない方が良かったりもします。今回はそんな男性を夢中にさせるには合わないことというお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。りゅうきさんこんにちは。はい、こんにちは。私は彼のことが大好きで、私からは愛情表現をしているのですが、彼から愛情表現が全くありません。冷めているわけではないと思うのですが、たまに不安になります。なのでどうしたら彼から愛情表現をしてもらえて夢中になってもらえるか教えてほしいです、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、彼を夢中にさせたいという方から結構ご相談をいただきます。まあ、これは永遠の課題でもありますね。ただ彼を夢中にさせるには一つ大切なことがあるんです。それは合わないことなんですね。つまりそれはどういうことかというと、精神的な距離は近いまま物理的な距離を遠くするということなんです。これを心がけてほしいんですね。両方の距離感が近すぎるから男性は熱が下がるんです。つまりマンネリ化するわけです。当然精神的な距離感、物理的な距離感の両方が近すぎてもラブラブなカップルはいます。それぞれその人たちの性格にもよりますけどね。ただ多くのクライアントさんを見てると、マンネリ化の早い人たちは精神的な距離感、物理的な距離感両方が近くて、まあ近すぎて初期に超ラブラブで盛り上がってるカップルです。そういうカップルって早い段階でトーンダウンするんですよね。周りによくいませんか、そういうカップル。あれ、結婚するとか言ってて超ラブラブだったのにもう別れたの、早みたいな感じです。まずこのように両方の距離感が近すぎるといて当然の同居人みたいになりますからね。例えばお客様が来てテーブルに置いたコップをこぼしても怒りませんが、同居人の皆さんがコップをこぼした時イラッとされたりと、そのような経験ありませんか。これはなりすぎたカップルによく起こることですね。あの頃の彼はどこ行ったの、といった感じです。逆に精神的な距離感、物理的な距離感両方が遠すぎても問題なんです。例えば遠距離で全く相手に関心がないカップルってすぐに別れたりしますよね。両方の距離感が遠すぎても男性を夢中にさせるのは難しいわけです。かといって精神的な距離感が遠く物理的な距離感が近くても多くの男性は夢中になりません。本当付き合ってんの、と言われるようなカップルの時ですね。例えば同じ会社で毎日会っていてもお互いに全く興味がないみたいな、こんなカップルも早く別れたりします。本当相手を夢中にさせるには距離感って大切なんです。つまり男性を夢中にさせるような距離感っていうのは合わないこと、それは精神的な距離感は近くて物理的な距離感が遠い、これに尽きるんですね。だから恋愛以外に何か打ち込めるものを作ってほしいんです。彼とせずに恋愛とその打ち込めるもののバランスをよく取り入れてほしいんですね。仕事、趣味、習い事、何でも大丈夫です。つまり精神的にはつながっていて物理的には程よい距離を取ることで男性は皆さんに夢中になるんです。だからこそ精神的な距離感は近く物理的な距離感は遠い、これを意識してみてください。では次に、なぜ精神的な距離感は近くて物理的な距離感が遠い方がいいのか、これをお話ししていきたいと思います。それは想像させる女性になることができるからなんですね。想像とはいろんな意味での想像なんですが、彼女は何してるんだろうとか、今彼女は何考えているんだろうとか、今彼女はどう思っているんだろうかとか、このように想像させ続ける女性ですね。一緒に過ごしてない時にいかに自分のことを想像させるか、これが男性が夢中にさせるには大切なんです。それには下手に会わない方がいいんですよね。なぜなら会わない時は皆さんのことを想像するからです。会っているといつも皆さんのエネルギーが彼のそばにありますからね。だから今彼女は何してるんだろうとか、今彼女は何考えてるんだろうとか、今彼女はどう思ってるんだろうとか感じにくくなってくるんです。でも会ってない時、彼は今彼女は何してるんだろう、今彼女は何を考えてるんだろう、今彼女はどう思ってるんだろう、このように想像してしまうわけです。男性はこのように想像させる女性を夢中になるんです。では次に、皆さんは会ってない時どんな状態でいればいいのかをお話ししていきたいと思います。会ってない時どんな状態でいればいいのか、2000です。すいません、カミカミですね。まず1つ目です。1つ目は愛のエネルギーの熱量を上げておくになります。現実は皆さんのエネルギーの熱量で作られます。電球もエネルギーの熱量が強くなれば強く光りますよね。同じように皆さんのエネルギーの熱量が強く注がれる順に世界が作られていくんです。皆さんのエネルギーが普及して皆さんの世界が作られているので、それって当然ですよね。だからこそ皆さんがどうするのかを決めるだけです。つまり彼との世界に熱いエネルギーを注ぐんですね。覚悟を決めた瞬間にエネルギーが強くなるんですよ。
彼を愛するという覚悟です。迷っている時はエネルギーが弱くなりますからね。覚悟を決めて熱いエネルギーが注がれるから世界が作られてくるということです。どちらにしろ皆さん次第です。皆さんが何に覚悟を決めるかです。彼を愛するという覚悟ですね。そして2つ目です。2つ目は間を作るになります。会ってない時男性を夢中にさせる女性は間を大切にしているんです。むやみやたらに間を詰めないということですね。つまり彼より少し長めの時間をとって彼より少なめに行動して彼より少なめに表現することなんです。軽さと余裕が大切ですけどね。焦らずロングスパンで見て割とスローペースで関係を作っていくんです。すると男性の方が追いかけたくなって夢中になります。そしてそんな女性はどうしてるかというと、すぐに LINE の返事が返ってこなくても、すぐに電話の返事が返ってこなくても、その時の感情に支配されずに状況にコントロールされず落ち着いているんです。つまり時間を長期的に捉えることができるということです。そうするには男性が取る間より少し長めに間を取って、男性が行動するより少し少なめに行動すること、これが大切です。彼の間が1時間なら自分の間は1時間半にするとか、彼の間が1日3回なら自分の間を1日2回にするとか、彼の表現が大好きなら自分の表現を好きにするとか、つまり彼より少し間を長く、彼の行動より少し少なく、彼の表現より少し抑えめ、まあ控えめにするということですね。すると彼は皆さんを追いかけたくなります。それが男性の本能ですね。ぜひこのように間を詰めない、これを参考にして彼を夢中にさせてください。まとめますと、彼を夢中にさせる一つ大切なことは合わないこと、精神的な距離感は近いまま物理的な距離感は遠くすること、そしてなぜ精神的な距離感は近く物理的な距離感が遠い方がいいのか、それは想像させる女性になることができるからになります。そして会ってない時どんな状態でいればいいのか、2選です。まず1つ目が愛のエネルギーの熱量を上げておく、そして2つ目が間を作るになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方でご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。